Welcome to シュービーチャンネル。どうも、シュービーです。今回、Call of Duty Advance Warfare の攻略をやっていこうと思います。今回のテーマは、Call of Duty Advance Warfare で大事な点、そう、過去のシリーズと違う移動方法に関してお伝えしようと思います。過去のところと違う点が2つあります。それはですね、Call of Duty シリーズ Advance Warfare では、2段ジャンプ、これが1個目なんですけども、と、ドッチング、緊急回避と言われるドッチング、これですね。ができるようになっております。すでにもいろんな要素があるんですけども、基本はこの2つが、新要素として一番大事な移動方法です。2段ジャンプはスペースキーを2度押すことによって、出せます。もちろん移動中にも出せます。こういう形ですね。非常に高く、この2段ジャンプじゃないといけないところはたくさんありますので、必ず2段ジャンプを使えるようにしておきましょう。それとは別に、矢印キー、移動キーを2回押すことによるドッチング。これはですね、シフトキーを押し、ね、移動と同時にシフトキーを押すことでも、代用が可能です。なので、2回押しか、シフトキーか。ただ、シフトキーの方がおそらくやりやすいんじゃないかなとは思います。で、後ろもできます。ただ、前はダッシュがなってしまうので、前はできない。地上だと前はできない。ただ、ジャンプ中は前ができる。これは覚えておいてくださいね。ジャンプ中はこう前ができます。なので、前に急いで行きたいときは、小ジャンプからの、こう、シフトで、前に行くみたいなことが、可能です。ただ、地上ではできません。それを覚えておいてください。で、横、右っていう。で、このドッチングなんですけども、2回連続まで使用が可能です。3回目はクールダウンが発生します。なので、そんなに長くないんですけども、2回連続までしか使えないよって覚えておいてください。これですね。3回目はカチカチカチってなってるんですけども、できないです。で、これをダブルジャンプと合わせて前に行ったりとかですね。ダブルジャンプってどうしても隙だらけになってしまうので、キャンセルしたりですね、できます。で、斜めとかにも、ドッチングは可能です。どんな状態でもできます。ただ、ドッチングは、ドッチング中、ドッチングができないのが何点かあって、銃を撃ってる最初はドッチングできないです。なんで、銃を撃って止めてからやるっていう。銃を撃ってる最中だとドッチングはできます。ただ、銃を撃ってる最中でも、ダブルジャンプは可能です。そこは気をつけてください。銃を撃ちっぱなしだと、フロートで撃ってる最中はできないので、必ず止めてから撃つんです。で、こう、リロードの最中にドッチングをしてしまうと、リロードがキャンセルされます。これはですね、スプリントと一緒ですね。スプリントと同じ扱いなので、そこは気をつけてください。リロードして、急いで敵が来ちゃったって言うんで、リロード最中にドッチングしたらそのままサデン回復されないので、一応、ただ、ギリギリのタイミングですね。カートリッジが入った瞬間があるので、ここだと大丈夫みたいな。その辺のタイミングを覚えておくといいと思います。なんで、ドッチングは非常に万能なんですけれども、リロードの最中はともリロードがキャンセルされちゃうよというのだけ覚えておいてください。こういう形ですね。あと撃ってる最中は、できないよと。フロートで撃ってる最中はできない。という感じです。あとは、これを組み合わせた、非常にですね、ユーモラスな動き。で、後ろもできますんで、それをこの動画はですね、過去のコールオブデューティーシリーズにはないですね、独特の動きが可能です。ので、これを使わないといけないところとかですね、ポイント非常にたくさんありますので、必ずですね、覚えておくといいと思います。この2つ、とりあえずですね、一番大事である移動方法に関して今回お伝えしました。またですね、他にもいろいろと攻略していこうと思いますので、よかったらチャンネル登録や私ブログやっておりますので、そちらの方を見てみてください。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。チルビーでした。